演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、以前紹介したこちらの3種類の缶詰を皆さん覚えていらっしゃいますか？もし動画を見ていないという方はこちらから、あるいは概要欄の URL からご覧ください。で、本日はこちらの缶詰3種類を使って、はい、このようにケーキを焼いていました。熱い熱い、はい、ちょっと重いのでこれ以上持てないんですけど、最初に見せたのがフライパンで焼いたケーキ、こちらが次に見せたこちらがオーブンで焼いたケーキですね。で、こちらもちょっと不格好しちゃいましたけど、どちらも美味しそうですね。果物の甘さもいろいろ感じられそうです。それではまずはフライパンケーキの方からいただきたいと思います。ではいただきます。次はオーブンで焼いた方のケーキを食べてみたいと思います。ではいただきます。そりゃあもう全然違うよ。でも思ったより食感がちょっと改良は必要かな。フライパンで焼いた方も中の方はちょっとプルプルしたような感じになりましたなってましたね。では純粋に火加減失敗してるってことなんでしょうかと突っ込まれそうですが、でも食感が良くて美味しかったですね。で、オーブンで焼いた方はどちらかしっとりとしたスイートポテトの方ような食感で、こちらはこちらで美味しかったです。そしてフルーツの甘みが両方から感じることができました。自分は缶詰をブレンダーで潰して、それに粉を混ぜて作ったんですけど、そうやって作ってみた結果、やっぱりオーブンの方が自動的に調節してくれる分作りやすいような印象はありましたね。フライパンの方もそれはそれで美味しさや独特な形は出せるのですが、やっぱり火を使うとなるとちょっと手間がかかる部分がありますね。でも購入形で食べてみてよかったです。こういう作ってほしいというリクエストが時々来るので、これからも機会があれば作ってみようと思います。ただ調理工程本当見せられないぐらいずさんなことやってるんですよね、自分。なのでその点はご想像してくださいというわけで、缶詰については以前評価していますので、今回は評価は入れません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。